プロ将棋界における藤井聡太二冠、王位、帰省の進撃が止まらない。勝率8割台をキープし、自己ベスト2位の19連勝も記録した。6月からは渡辺明名人を帰省戦で、豊島正幸竜王を王位戦で挑戦者に迎え、初のタイトル防衛戦が始まる。まだ18歳。 人工知能、AI を活用して、人はどこまで強くなれるのか。天才を知るには、天才に語らせるにじょ、しくはない。谷川康二球団は、史上最年少の21歳で名人につき、日本将棋連盟の会長も、経験。17世永世名人の資格も合わせ持つ。5月下旬に、 藤井聡太論将棋の未来、講段社アルファー新書を刊行した谷川球団に、若き才能の秘密をオンラインで聞いた。藤井聡太二冠の圧倒的な勝率が続いています。天才集団と言われ、勝負師揃いの将棋界も、お先に、どうぞと出世街道の先を譲るようなムードも出ています。谷川さんは、 小学生の頃から藤井聡太二冠を見てきました。十年前まではアマチュアの一人に過ぎなかった青年が、高度なマインドゲームとされる将棋で、なぜ突出して勝てるのでしょうか。羽生善治球団九段も私も中学生でプロ棋士になった時点は、序盤が荒削りでした。しかし藤井聡太二冠はデビュー当初から、 女中終盤にほとんど欠点がなく完成されていました。しかも小さくまとまるのではなく、年を追うごとに、急速150キロの投手が160キロを超え、球種も増しているイメージです。昨年にタイトルを練習できた背景には、世論を味方にして戦ったプラス面も小さくないでしょうね。具体的には、 どの点が優れているのでしょうか。最大の武器は、局面を捉える力が消出している点です。複雑に駒が絡み合う、形からの精度が高い。だから未知の場面でも攻守がさせます。基礎にあるのは、詰将棋で得た、終盤力と戦、ひらめきでしょう。藤井聡太二冠と私の共通点は、詰将棋を解き、 創作することです。同じように数字を追うことが好きで鉄道の時刻表などを眺めていたりもします。こうした趣味は将棋に対しプラスになっていると感じます。さらに将棋に対する圧倒的な集中力があります。昨年に持ち時間6時間のジュニー戦を指しました。中盤で2時間近い長考をし、 その次の手を指すときも休憩時間を削って盤面に集中していました。最善手を求める頭の体力が桁外れだと感じました。さらにメンタルな部分も見逃せない。連勝が続くと反動も大きくなるものですが、藤井聡太二冠は連敗が少ない藤井聡太二冠の強さと AI は直接の関係はない、勝ち続けられるのは AI ソフトを研究に駆使しているからだとの声もあります。藤井聡太二冠の強さと AI は直接の関係はないとみます。AI は評価値を示して、公主か悪主かを教えてくれますが、その理由はブラックボックスのままで明かしません。AI がどんなに進化しても、自ら考え自分なりの結論を出さなくては、 実践に応用できないのです。一方で人間らしい先入観や感情を排除したことで、差し手の自由度が広がり、騎士にとってより強くなる環境が整ったことは、確かでしょう。現在の将棋界は、歴史的な変革期にあると述べていますね。羽生善治さんは、令和の将棋界は、カオスと表現しています。 現代将棋に対する捉え方は同じだと思います。AI による研究の進化で序盤が多様化し、廃れていた江戸時代の戦法が新たに蘇ったりしています。タイトル戦での総手数が以前より長手数になっている傾向は AI の影響でしょう。形勢が苦しくなっても繊維を失うことなく AI は最善手を求めます。 その結果騎士同士の対局でも長手数のねじり合いになることが多いのです。将棋界は日本の中で最も早く AI を日常に取り込んだ社会の一つです。今や AI ソフトを使わないで研究するプロ騎士はほとんど皆無と言って良いでしょう。私が AI を自宅のパソコンに装備したのは1年半前で、 導入が遅れた騎士の一人でしょうね。自分の対局した寄付を翌日に AI に判断させています。対局時に感じた形勢判断と AI が弾き出した評価値との誤差を縮めていくことで差し手の精度を高めていけます。これがプラス面。マイナス面は40年以上のプロ生活で築き上げた。 将棋館を一度解体するショックを味わうことでしょうね。ゼロベースから考え直さざるを得なくなることが何度もありました。若い才能を潰さずに組織の中で育てる。将棋連盟は上手にやってきたように見えます。藤井聡太二冠は未成年ということもあって、メディアの取材も加熱しないように、将棋連盟が綿密に管理し、要望の 強かった CM 出演も今年に入って解禁になりました。対局に専念できるような環境づくりは組織の使命の一つです。勝負に手心を加えることは決してないものの、将来のトップ騎士と目されるような若手は、将棋界全体で見守っているような面があります。 私自身も今から帰り見ると目立たないところで気配りされていたように思います。中学生でも記録係を30曲以上経験させてもらい、2日制のタイトル戦の記録することも経験しました。プロ将棋の勝負感覚を学ぶ上で貴重な財産になりました。谷川球団の40歳を超えてからは弟子の育成にも当たっています。 一番弟子のと、清涼馬、七段は、奨励会の寄付を公表する形で指導しました。9くらいの頃は厳しく接したつもりです。奨励会には、満26歳までにプロ四段になっていないと原則、退会させられる、年齢制限があります。20歳を過ぎてからは、君は強いのだからと、自信を持たせるように接しましたね。 もっとも、自分の弟子だからといって弱いものを強いとは言いませんが、関西将棋会は、藤井聡太二冠、豊島竜王をはじめ斎藤慎太郎八段、糸谷哲郎八段、菅井達也八段とトップ騎士集団を形成し、関東将棋会と互角から優位に立っています。10年くらい前の奨励会幹事だった。 畑山鎮八段らが厳しく指導した結果が現在に至って実を結んだと見ています。将棋だけでなく社会常識や礼儀作法も徹底して教え込みました。規則正しい日常がう結果につながるケースはビジネスの世界でも少なくないでしょう。 谷川球団は50歳で、将棋連盟の会長に選出され4年間務めました。ビジネスパーソンの場合、ライバルにも悩みの相談相手にもなる、同期がいます。若くして、名人を獲得し、一流騎士の仲間入りすると、同世代で、同格の友人がなかなか得られません。その隙間をどう埋めましたか 自分の世界以外に友人を持ち人脈を作るのは、騎士であれ、ビジネスパーソンであれ、現役生活を続ける上で大変重要なことだと思います。私の場合は、滝川高校、神戸市の恩師や同期が年に一回会合を開いてくれて、励みにもなり、勉強にもなりました。40代前後からは将棋を趣味と、 する関西経済人とお会いする機会が増え、教えられることが多かったと思います自分も AI の時代をチャンスと捉えたい21歳で最年少名人となった谷川さんも来年4月に還暦を迎えます。人生100年時代にどんな未来図を描いていますかここ数年はいつ引退するかと考えたこともありました。 ただ、将棋盤の前に座っている自分が一番しっくりくるのですね。組織運営に関わることは、更新に引き継ぎながら、自分でなければ出せない一面をファンに示せればと考えています。中原誠16世名人や米長、国を衛星生規制といった私の先輩は、騎士人生の後半に差し掛かった頃に気風を一変させて、 輝きを取り戻した。自分もそうでありたいですね。AI の時代をチャンスと捉えたいと思います。聞き手は、松本春人谷川孝治1962年生まれ。神戸市出身。76年に14歳でプロ4段。83年に21歳で名人獲得。91年に4冠。 95年。阪神大震災に被災するも王将戦で、ハブ六冠に、勝ち。全タイトル制覇を、阻止。97年に、名人五期となり、17戦名人の資格を得る。タイトル獲得数は、合計27。12から17年。日本将棋連盟会長。著書に、 谷川流寄せの法則構想力集中力など多数次のオーディオビデオでお会いしましょう。